準備できたぜ。ここから入るのか？うむ、予定通りだな。そう、ここがエリヌス島からメロピデ要塞へ入る唯一の入り口となっている。気をつけてくれ。少し後ろに下がるといい。ここを降りてくのか。メロピデ要塞って海の中にあるのか。水、人々の深海への恐怖、この双方を兼ね備えたメロピデ要塞は囚人を収容し監視するのに適しているのだ。だが安心してほしい。この中は決して恐怖に満ちた場所ではない。下へ行った後、自分たちの目で確かめるといい。そうだとはいいけど、でも自分が海底にいるって思うとやっぱりちょっと怖いよな。それからもう一つ、前にメロピデ要塞の管理者リオセセリ殿と少々個人的な付き合いがあると言ったのは覚えているだろうか。彼は非常に聡明だ。おう、オイラたちもそいつについて聞いたぜ。公爵って呼ばれてるんだろ。ああ、彼はこの水中要塞における最高管理者だ。たとえ私の依頼で調査に行くのだとしても、彼やその部下たちとの直接的な衝突は避けた方がいい。彼がメロピデ要塞を離れることはあまりないが、決して要塞の内外について把握していないわけではない。知らないのではなく黙認しているのだ。では雑談もそろそろ終わりにしよう。こたびの件どうか頼んだぞ。おう、安心しろ。無駄足を踏むつもりはないからな。うむ、マドレーヌ。はっ、ヌビレット様。新たな囚人はこの2名ですね。私がいる以上逃げられることはありません。ご安心を。逃げるもんか。私についてこい。今からお前たちをメロピデ要塞へ連れて行き、それから手続きを行う。罪人になるのってこんな感じなんだな。ずいぶん機嫌が良さそうだな。お前たちのような楽観的な囚人は滅多にいない。今日はまた何で降りてきたの？ヌビレット様から直々にこの二人の囚人を護送するよう頼まれた。おそらく他の者には任せられないと判断されたのだろう。ああ、いいな。ヌビレット様みたいに偉大なお方に好かれるなんてさ。私なんかここへ次々にやってくる囚人の対応することくらいしかできないよ。スマイルサービスでも始めてみたらどうだ？
もしかしたら業務における評判を上げられるかもしれないぞ。やめてやめて。ここに来る囚人なんてみんなしけたつらしてるんだから。どうしたらスマイルなんてできるってんだか。それにたとえ微笑んだって、囚人たちからすれば心の歪んだサディストにしか見えないんじゃない？確かに一理あるな。よし、引き渡し作業はこれで完了だ。二人ともまずはここで登録をするんだ。もろもろの手続きはマレッテが手配してくれる。はあ、任せて。あんたもさっさと光り輝く世界に戻りなさいよ。旅人にパイモン、合ってる？おう、合ってるぜ。先に罪状とケーキについて確認するからね。君たちの罪状は、神の許可なくスネージナヤの施設が神のために誠心誠意用意したケーキを食し、フォンテーヌにおける祭りごとの中心を短期間の沈黙に陥らせた。ケーキ45日？ヌービレットがあのケーキをオイラたちにくれたのってまさか。罪状からして君たちが大事をしでかせる人物であることは分かった。フリーナ様のスイーツに対する愛を考えれば、こんなのほとんど水神暗殺みたいなものだもん。こっちもいい経験になったわ、ありがとう。でもメロピデ要塞に入るための手続きはちゃんと終わらせるからね。あの板の前に立って写真機で撮影するから。うん、いいけどいい感じに撮ってくれよな。これでよし。あとは別の人が案内してくれるから。生まれ変わる機会なんだし大切にしなさいよ。生まれ変わるってちょっと大げさじゃないか。オイラたちがここにいるのってたったの45日だけなわけだし。お前たちだな、ついてこい。おう、オイラはパイモン、こいつは旅人だ。必要ない、どうせ覚えられないからな。行くぞ。それに応える義務はない。何の利益にもならん。だから新人は嫌いなんだ。特別許可権のためじゃなかったらこんな仕事断ってたさ。特別許可権？お前らがベースを書くような鬱陶しい新人じゃねえことに免じて少しだけ話してやる。だが次からは特別許可権をもらうからな。ここじゃモラは使えない。その代わりとして使うのが特別許可権だ。こいつは
メロピデ要塞のほとんどのものと引き換えられる。欲望も権力も運命さえも。つまりここでしか使えないお金ってことか？そんな簡単なもんじゃねえ。マレッテが言ったように、ここにいるやつは全員生まれ変わるのさ。過去にどれだけの富や勢力を有していようが、メロピデ要塞では全てを捨ててゼロから特別許可権を稼いでいかなきゃならねえ。全員同じスタートラインに立つってことさ。腐ったれな人生に生まれ変わる機会をってな。これこそが特別許可権の狙いであり、正真正銘の公平、本物の正義ってことだ。中には刑期を満たしても外の世界に戻りたくないとのたまう奴らも大勢いる。メロピデ要塞ってそんなとこだったのか。てっきりもっと監獄って感じの場所かと思ってたぞ。この場所についてはいい方にも悪い方にも考えすぎるな。今のうちにこの景色をよく見ておくんだな。もうじき見れなくなる。太陽と久しく会わずにいりゃ恐ろしい深海でさえも親しく感じてくる。重苦しさなんて感じなくなってくるがな。それから俺もお前たちと同じ囚人だ。新人を迎えたのは特別許可権を手に入れるためのバイトに過ぎん。なんで黙り込むんだよ。無料コンテンツはここまで。こっからは有料だ。お前、もらいじゃなくて特別許可権のことしか頭にないのかよ。そろそろ着くぞ。ここから降りろ。ほら、お前も操作してみろ。まるで今までの人生の投影だってか。そこまで大げさじゃないぞ。囚人もいるみたいだな。みんな浮かない顔で。オイラたちちょっと気楽すぎる感じに見えるかもな。うい、もうよそのやつの縄張りに入っちゃってるわけだし、ちゃんと囚人を演じないと。もしバレたらヌビレットでもオイラたちを助けられないんじゃないか。もう脅かすなよ。まだ心の準備ができてないぞ。その
お前らのことはよく知らないし、何の罪を犯したのかなんざ見当もつかないが、もしかして怒らせちゃいけないお方でも怒らせちまったのか？ん？怒らせちゃいけないお方？そんなことはないと思うけど。いや、いい。今はそんなことを気にしてる場合じゃねえ。ここから先は自分たちで行け。いいか、俺の役目はここまでだからな。幸運を祈るぜ。どういうことだ？おい、ここってこんなに警備ロボのオイラたち、もうバレたのか？囚人ナンバー7459番、7560番、ようこそ。そんなに慌てないでくれ。これらの警備ロボは何もあんたらとやり合いに来たわけじゃない。こいつらは栄誉霊をやってるだけさ。あんたらがヌビレットさんの友達だって聞いてね、こいつらをここで待たせてたんだ。オイラたちとヌビレットの関係を知ってるのか？海底はあんたらが想像するほど情報に疎いわけじゃないが、残念ながらそのことについて俺が知ってるのはここまでだ。それにお偉いさんの友人ですら何かやらかせばここに入ることになる。公爵様、今日はいい天気ですね。ご機嫌うるわしゅう。ああ、あんたもな。今の言葉のおかげで海の外の天気を想像できそうだ。メロピテ要塞が岸にあれば日向ぼっこしながら話せたんだがな。いや、申し訳ございません。公爵様のお姿を見て緊張してしまい、つい。こいつが公爵なのか。思ってたより若いぞ。旅人とパイモンでいいかい？デイキン君による出迎えはいかがだったかな？ほう、そうかそうか。残念ながらリーキン君は囚人生活における最高のチャンスをみすみす見逃してしまった。そう言わざるを得ないな。確かに特別許可権のことばかり考えておりました。がっかりさせてしまい申し訳ございません。もっといい仕事ができればよかったのですが、まさかお二人が公爵様とお話しできるほどの人物だったとは。俺はどうしてこうなんだ。目先の利益にとらわれて大損をしてばかりだ。先は長い。チャンスはまだまだたくさんあるさ。そろそろいいだろう。もう十分やってくれた、リーキン君。はっ、それではお先に失礼いたします。二人ともついてきてくれ。歓迎の意を表してメロピデ要塞を案内しよう。そうすればよりここに溶け込めるはずだ。じきじきに案内してくれるのか？なんだか何考えてるんだかわからない。やっとおりでシャルロットのやつが興味を持ってたわけだな。謎が多いやつだぜ。天へと前。かしこまることはない。囚人だって地位の一つなんだ。メロピデ要塞じゃそれは数ある生存方法の一つに過ぎない。管理者
らどうするんだ？だとしたら、あんたらはきっとこの水中世界で輝く存在になれるだろうな。だが、腕を振り上げる前に思い出してほしいことがある。メロピデ要塞において一番重要なことは、トラブルを起こさず監視に迷惑をかけないことだ。ここは生存するにあたって非常に重要な場所、特別許可食堂だ。毎日一食、セットのサービス食を受け取ることができる。受け取ることがって、お金はいらないのか？ああ、囚人はメロピデ要塞の運営基盤だからな。少なくとも生存の保証くらいは必要だ。昔はそうじゃなかったんだぞ。以前のメロピデ要塞じゃ、水でさえ特別許可券で引き換えなくちゃならなかった。お前さんたちのように入ってきたばかりで何も持っていない囚人たちは、腹を空かせながら稼ぐしかなかったんだ。だが公爵様がここを引き継いでから、サービス職のルールができた。今じゃたとえ一日中何もしないでいるような、ギアなんか一個も触っていない怠け者でも毎日飯が食える。飢えて死ぬってことはまずないね。メロピデ要塞において特別許可権は金だ。どんなものも金を使って買う。ある意味一種の交易の場であるとも言えるだろう。だが取引は人が行うものだ。このシステムを進行するには、皆が積極的に仕事をして自発的な生活を送れる環境がないといけない。食事にすらありつけないんじゃ、メロピデ要塞は不満であふれてしまう。そうなったら俺もいろいろとやりづらくなるだろう。つまりメロピデ要塞がみんなに食事を振る舞うのは、みんなに仕事を頑張ってメロピデ要塞の生活環境を良くしてもらいたいからなんだ。おっしゃる通りです。ま、俺が言ったのも事実ですけどね。とにかくここでの努力は必ず報われる。こんなに理屈が通じる場所はなかなか見つからないぞ。確かにそうだよな。そう思ってみると、なんだかここもそんなに悪くない感じがしてきたぜ。おっと、油断は禁物だったぜ。囚人たちが信用してるのは、公爵がこういう態度でいるからなんだよな。オイラたちはやっぱり自分の目で確かめないと。さあ、向こうも案内しよう。ここは鉄拳闘技場。名前通りの場所だ。日頃の仕事だけじゃ情熱を費やしきれない囚人が一定数いるものでね、互いに浪費し合うのを防ぐために専用の場所を使わせてるんだ。他人に迷惑をかけないように。格闘、それに臨時収入か。旅人、興味はあるか？一つ注意が必要だ。うっかり深手を負わせたり、相手を死に至らしめてしまった場合は刑期が長くなる。公爵、ここもお前が作ったのか？いや、俺はただ場所の利用許可を発起人に与えて手続き費用を受け取っただけさ。もちろん
これらの費用にもきちんとした用途がある。何に使うのか聞いてもいいか？人身の安全維持、現場の損傷確認、いざこざの解決などかな。なんだ、闘技場の管理に興味があるのかい？いやいや、おいらはただサービス職ってその手続き費用から出てるのかなって思って。合理的な推測だな。起業家の才能がある。旅人、おいら才能があるらしいぞ。ここで事業をやってきるかな。そういうことはまたおのおの計画するといい。今は引き続き他の場所を見ていこう。天へと舞え、ついてこいなんて言ってないよ。遅い、立てよ。ついてこいなんて言ってないよ。遅く属性を見下ろさん。ついてこいなんて言って、公爵様、おはよう。じゃなくて、こんにちは。今何時だ？いや、時間は人を待ってはくれないから、もう少し時間の概念を身につけた方がいい。申し訳ございません。緊張しすぎて、息の仕方も忘れてるみたいだぞ。すみません、どんな失態を。ここは居房エリア、つまり囚人たちが寝る場所だ。後で看守があんたらのベッドの場所を教えてくれるだろう。メロピデ要塞で囚人が主に活動するエリアは生産エリアと居房エリア。生産エリアって何を生産するんだ？オイラたちそこで働くのか？必ずそうとは限らない。確かに特別許可権を獲得したいなら生産エリアで働くのが一番安定した方法だ。だが他の方法を探せる実力があるのならサボっても構わない。うわぁ、ここの管理者のくせにサボりを進めていいのかよ。メロピデ要塞が自治状態でも機能し続けているのはほとんどの人が安定した収入のために真面目に働く方を選ぶからだ。生産しているのはフォンテーヌで見られるクロックワークマシナリーだ。そのほとんどがここで作られている。だからメロピデ要塞は囚人たちが服役する場所というだけでなく巨大な機械工場でもあるのさ。具体的な生産過程については説明を省かせてもらおう。実際に生産エリアで仕事して自分たちで体験するといい。さて今度はあっちに行ってみようか。ああ、びっくりした。まさか公爵様がここにいらっしゃるなんて。働きすぎて幻覚でも見たかと思いましたよ。幻覚は仕事の負担を減らしてはくれないぞ。引き続き頑張ってくれ。
あ？どうした？なんでもないぜ。オイラはただ明日はきっとクタクタだろうなーって。属性を見下ろさん。ふっ。遅い。公爵？こんな時間に医務室に来るなんて、まさか怪我とかしてないよね？残念だが怪我はない。お気遣いどうも、チグウィン看護師長。ために来たのね。紹介しよう。ここは医務室だ。この子はシグウィン、メロピデ要塞の看護師長だ。看護師長といっても看護の仕事をやってるのはうち一人だけなんだけどね。こんにちは、新入りさんたち。せっかく患者のいない休憩時間だ。俺らと一緒に夕飯でもどうだい？つまりこの二人はとても重要な囚人さんなのね。ぜひうちも歓迎会に参加させて。今日の案内に完璧な終止符を打てそうだ。感謝するよ、看護師長。俺、案内はもう終わりなのか？生活に必要なことは全て説明したし、仕事の方は後で指導してくれる者がいる。他に何があったか。実はめったに案内なんてしないんだ。あんたの方から聞いてくれると助かる。おいらたちも初めて来たから何から聞けばいいかわからないぞ。ならとりあえず特別許可食堂に戻ろう。考えるのは食事をしながらでいい。元気出して。ここのサービス食すっごく美味しいんだから。言い方がきついかい？ただ本当のことを言っているだけさ。それを受け入れられない者こそもっと自分の問題を反省した方がいい。俺の方からウォルジーさんにくじを引かなくてもいいよう頼んだのさ。え？ここのご飯ってくじで決まるのかよ。うん、何が食べられるかは全部運次第なのよ。特別許可食堂のウォルジーさんのちょっとした悪趣味ね。そうだったのか。まあこんなに美味しいものが毎日食べられるとしたらフォンテーヌの犯罪率は爆上がりするだろうしな。二人とも、さっきの言葉、ヌビレットさんを知ってるの？最近はどうしていらっしゃるのかな？お仕事は忙しそう？お体は健康？体は大丈夫だと思うぞ。
ずっと真面目に仕事しててちょっと大変みたいだけどな。相変わらずのようだな。看護師長の心配は杞憂らしい。もう長いことヌビレットさんのことを聞いてなかったから。何もないのが一番いいことさ。今度彼と話し合う場があれば看護師長も来るといい。ん？メロピデ要塞って法廷の管轄外なんだろ？ヌビレットと話さなきゃいけないことって何なんだ？ここはフォンテーヌにいろんな機械製品を提供してる。必要な物資を上から仕入れないといけないから話し合う機会は少なくない。ヌビレットさんは品行方正なお方でね、どんな問題についてもはっきり相談できるし、話し合いにさほど精神を削る必要もない。だから彼に対しては相応に敬意を払い、ある程度譲歩してもいいと考えてる。とにかくあんたらのことはヌビレットさんが招待した客人とみなして相応のもてなしをした。ま、残念ながらそれもこの食事までだがな。ここからはきちんと囚人をやってくれ。どういたしまして、新たな生活があんたらを待ってるさ。食べ終わったかい？なら居房エリアへ行って休むといい。明日は働かないといけないからな。俺から特権を得たいなんて考えてないだろうな。悪いが特別許可権との引き換えしか受け付けないぞ。ここはあんたらの想像ほど優しい世界じゃないんだ。よく見ると君たち可愛いのね。こんなに可愛いんだから自分の可愛さには責任を持たないとね。うちが言いたいのは自分を傷つけたり壊したりしないでってこと。サービス職はいるか？食べ終わったかい？俺からと。天へと前。旅人にパイモンだな。新入りはまず何をするべきか覚えろ。いいか、トラブルは起こすんじゃないぞ。お前らのベッドはあっちだ。ついてこい。ふう、これからここで寝ることになるのか。なんだか不思議だよな。ぐうたら探偵小説を読んでた日々がこんなに早く過ぎ去るなんて。そういえば今日起こったいろんなことについて話さないとな。公爵のやつはっきりとは言わなかったけど、最後の言葉からしてオイラたちがヌビレットと知り合いだからこそあんなにもてなしてくれたってことだよな。確かにケーキを食べて囚人の身分にはなったけど、それでもオイラたちヌビレットの助っ人なわけだし。もしかして公爵はオイラたちの任務のことを知ってるのか？考えすぎだといいんだけど。
もそう思うぞ。元からオイラたちの目的を知ってて、あえてああいう形で伝えようとしたとか。おい、こっちはもう知ってるんだから小細工はするなよみたいな。そうだな、手ぶらで帰るわけにもいかないし、公爵が怖くて帰ってきたなんてヌビレットに言えるはずもないよな。それに公爵は譲歩してもいいって言ってただろ。だから少なくともやってみないとだな。タルタリアの行方の調査、どこから手をつければいいのか。それってそう、そこなんだ。リネに会った時危うくボロが出そうだったぞ。幸い公爵の態度からするとリネのことも他の囚人と同じように扱ってたし、特に気づいた様子もなかったみたいだ。あの時あんなに頑張ってあいつらの冤罪を晴らしてやったのに、結局囚人になってるなんてな。あ、そっか。リネとリネットはハウス・オブ・ハースの人間で召使いの手下ってことになるんだもんな。じゃああいつらも調査に来たのか。あ、カードだぞ。さっきはなんで気づかなかったんだろう。魔術師の小道具みたいだから、きっとリネが残してくれたんだ。まさか囚人になってもマジックをやってるなんてな。どれどれ、また会えてとても嬉しい。明日生産エリアで会おう。なんか街中で友達に会った時の挨拶みたいだな。てっきり何か大事なことでも書いてあるかと思ったぜ。そっか、じゃあ明日になったらあいつにいろいろ聞いてみようぜ。今日はもう休もう。おーい、ふう、やっと起きたか。本格的な囚人生活1日目だからな。そういえば昨日の夜、夢の中で看守に尋問されたぜ。全部正直に言ってやっと目を覚ましたけど。いやだって夢の中のことだぜ。現実でそんなことするわけないよな。お前ら二人ともなぜまだここにいる。腹を空かせたくなければ早く生産エリアに行け。ああ、ごめん、今すぐ行くぜ。ついてこいなんて言ってないよ。
この世に純粋な自由なんてないのさ。風さえいつか止む時が来る。このエリアに振り分けられるなんてついてる奴らだ。おお、昨日ここに入ってきたんだ。俺の話を遮るな。はい。仕事の内容は真面目に聞け。いいか、ヘマはするなよ。ここにある機械はお前ら二人よりもはるかに価値あるものなんだからな。それにここの機械はどれも危険なものばかり。うまくやれば食堂、ヘマをしたら医務室行きだ。とにかくメロピデ要塞はどんな機会も失いたくないし、囚人の生産力も無駄にしたくないんだ。分かったか？分かったぞ。お前たちの仕事はあそこの機械でパーツを加工することだ。タイミングに合わせて踏み台を踏め。もし機械が動かなくなったら拳で修理しろ。これをやる。加工が終わったらパーツを俺に渡せ。特別許可権をやる。ってとこか。いいだろう、合格だ。疲れたぞ。これで終わりだよな。監視が怖くて何も言えなかったけど、今すぐ特別許可食堂に行きたいくらい腹が減ってるけど、まだリネとの約束があったよな。あいつも仕事が終わったばかりだろうから、近くを探してみようぜ。風が今年
この近くにはいないみたいだな。他の場所に行ってみるか。まったくどこにいるんだ。まさかサボって寝てたりしてないよな。天へと前。やあ、ここだよ。あれ、そんなに簡単にびっくりするなんて、何かやましいことでもあるのかい？こいつ、やましさの原因はお前を探すことなんだからな。ごめんごめん。早くこっちに来てよ。隠れて話そう。リネット、お前もいたのか。やっぱりお前たち兄弟はいつも一緒なんだな。うん、お兄ちゃんは私から離れられないの。ああ、実はリネットだけじゃなくフレミネも一緒に来てるんだ。覚えてるだろ。ハウスオブハースの潜水士だっけか。確かフォンテーヌ邸で会ったよな。それよりなんでお前たちが囚人になってるんだよ。オイラと旅人の法廷での努力は無駄だったってことかよ。囚人になるのなんて簡単さ。前に歌劇場で得た人気を利用して観衆をたくさん集めた街頭パフォーマンスをやったんだ。それで集まったたくさんのお客さんたちをパフォーマンスに参加させた。そしてみんなが見守る中で全員の財布を消してみせたのさ。そうしてお兄ちゃんは窃盗犯になり、私は全てを知っててなお手助けをした共犯者になったわけ。まあ実際はそんなに深刻な状況でもないんだよ。消えた財布は出立亭にある大きな書類棚の一番左の引き出しにあるんだから、いつになったら気づくんだか。向こうが気づけば私たちも出られるはず。マジックについては今回のパフォーマンスは完璧だったと自負してるよ。そうだったのか。お前たちらしいやり方だぜ。うん、前に君たちに身分を隠した時にも言ったでしょ。君たちを本当に怒らせてしまうくらいなら僕は君たちに全てを教えてあげてもいい。だから今回も隠し事をするつもりはないよ。今のところハウスオブハースと君たちの利益が対立してるってわけでもないし、僕たちはハウスオブハースのお父様、つまり召使い様の命令でここへ調査に来たんだ。やっぱりそうだろうと思ってたぜ。調査内容について言うと、君たちはまだ知らないかもしれないけど、メロピデ要塞にはある秘密が隠されてるんだ。それどころかメロピデ要塞はその秘密を守るためだけに存在しているという人までいる。遥か昔からハウスオブハースはこの件について調査し秘密を探ろうとしてきた。でもここ最近手配した偵察員だけじゃなく潜入させた監視までもがみんな跡形もなく消えて音信不通になってる。僕たちはこれを一種の挑発だと考えてる。だからこそメロピデ要塞にやってきたんだ。すでにお父様がある方法で確認したんだよ。フォンテーヌの神の心は水神フォカロルスの手にはない。え、そんな重要な情報どうやって知ったんだ。お父様は独自の手段を持っている。でもその多くは私たちには想像することも見ることもできない。
結論だけ信じればいいの。その情報からフォンテーヌの神の心がメロピデ要塞の秘密と関係してるんじゃないかって思ってね。結局神の心のためだったのかよ。こっちの方はだいたいこんな感じだよ。そっちは？ヌビレットさんが君たちを送り込んだの？そうだぞ。召使いがタルタリアの近況が欲しいって言って聞かないから、オイラたちが調べに来たんだ。あ、これって言っていいんだっけ？それなら安心してよ。皇子様の情報を要求することは圧力をかける手段の一つに過ぎないから。お父様が今回フォンテーヌ邸のお偉いさん二人に交渉を持ちかけたのは交代に見せかけた前進さ。言うなれば値切りと同じ。物事の多くには口実が必要。執行官の価値は想像よりも高いのよ。でも全部が嘘ってわけじゃない。もし本当に皇子様の状況を確認できるなら、僕たちとフォンテーヌの外交関係は良くなるだろうし、立場を変えることさえできるかもね。もしかしてタルタリアのことを一番気にかけてるのってオイラたちなのか。執行官同士の関係って相変わらず悪いんだな。そうとも言い切れないよ。お父様の駆け引きの基準は僕たちとは違うからね。そうだ、一つ提案なんだけど、手を組まない？目的は違えどメロピデ要塞での調査をしたいのは一緒だし、互いに助け合えば効率もきっと上がるでしょ。それに君たちも知ってるはずだ。確かにハウス・オブ・ハースが神の心を探す目的は数多くあるけど、中でも一番優先順位が高いのは予言にあるフォンテーヌの危機を何とかすることなんだ。これについては僕たちを信じてよ。ほらね、だから言ったでしょ。そうか、やっぱり協力してもらうよう旅人を説得するのはそう簡単じゃないね。リネ、何か真面目に考えてるみたいだけど。当然よ。お兄ちゃんは前回あなたたちに会ってからいつか意見が一致するってずっと期待してたの。というか今回協力できるのを私たちはすごく楽しみにしてた。リネット、そういうことは言わなくてもいいよ。お兄ちゃん、もっと本心をさらけ出してもいいのよ。慎重だね。うん、君のやり方は相変わらずとても合理的だ。僕もそういう温度